東北電力名取スポーツパークはかつて存在した総合運動施設。宮城県名取市愛島に所在し、施設は東北電力が所有、東北緑化環境保全株式会社が指定管理者として運営管理を行っていた。愛称はナスパ。仙台市都心部から見て、南にある南北に長い高立球場の東側斜面にあった。1998年に、 全面オープン。もともとは東北電力の社員向け福利厚生施設として開設されたが、施設はすべて一般向けにも開放されていた。愛島球場では、高校野球、大学野球、社会人野球など、アマチュア野球公式戦が行われていた。また場内各スポーツ施設には、日本プロサッカーリーグに加盟するジェフユナイテッド市原、千葉の協力による、 ナスパジェフユナイテッドサッカースクールのほか、テニススクールなど6種のスポーツスクールが開設されていた。場内にはスポーツ施設のほか、7つの広場があった。所在地がナトリ愛アイシマシオデアザ・タキ一番地6であるため、各施設には愛島の名がついていた。野球場、陸上競技場、テニスコートなどの屋外施設は照明設備の老朽化。 安全性の関係のため2011年3月末をもってナイター利用を廃止することになっていたが、東日本大震災のために営業中断となった3月11日で事実上廃止となった。これに付随して、ナスパジェフユナイテッドサッカースクール及びナスパテニススクールの事業も同日をもって活動停止となった。ただしサッカースクールは U-15 に、 限り2011年度の活動は継続するとしていた。震災発生後はしばらく被害が甚大であるため、安全確認という観点から全面的に営業を休止していたが、その後野球場、陸上競技場以外は安全が確認されたため5月より営業を開始した。野球場、陸上競技場については引き続き復旧に時間がかかるため営業休止となっていたが、全体復旧、 修繕のめどが立たないという理由で、上記2箇所を含め施設全体を2012年6月で閉鎖することが決定した。これに先駆け、本来前年12月から行う新年度の団体利用の申し込みについても、2012年度分の受付は実施しなかった。全面閉鎖について、東北電力は、もともと東北電力グループ社員の福利構成のための 施設であり、収支が厳しい中で復旧することが困難になったと説明している。震災後、東北電力は原子力発電所の停止や火力発電の燃料費の高騰などから収益の悪化が進み、2012年3月期決算の純利益で過去最大の2500億円の単年度赤字が計上されることが見込まれたため、コスト削減の一環とした。2018年、 名取市はスポーツパーク全体を長野県に本部を置く学校法人立地の森に売却したと発表した。ありがとうございます。